大石田祭りも上川花火大会は山形県北村山郡大石田町で毎年8月16日に開催されている祭り及び花火大会である。1931年より開催されている大石田町最大の伝統行事である。前年1930年に完成した大石田大橋の完成を祝し創始されたのが始まりである。会場は大橋周辺で 大石田町を流れる最上川の空上に大型花火3000発が打ち上げられる。観覧場所と打ち上げ場所が近いのが特徴の一つである。花火と音楽がコラボレーションする創造花火をはじめ、終盤には日本一の町民号20号玉10連発が打ち上げられる。また、大橋周辺の最上川では灯籠流しが行われ、数千の灯籠が流れる。 小雨結構だが、好天時は順延となる。また、花火大会の当日に、大石田祭りも同時開催され、その年に成人を迎えた若者による、成人信用や、信用団体による郵送な御しと御などが行われる。2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行により、戦後初の開催中止となる。花火大会の中止を受け、 新型コロナウイルス感染の収束や、令和2年7月豪雨での豪雨災害からの復旧の願いを込め、この年の7月から8月にかけて、計3回サプライズの花火が町内から打ち上げられた。有料駐車場あり、1台500円。当日は会場周辺で交通規制が行われる。午後5時午後10時は会場周辺が、 車両通行止めまたは一方通行となる。大橋4日町は午前10時から車両通行止めとなる。ありがとうございます。